しくお願いします。ヒロシと申します。よろしくお願いします。大スターです。大スター。ヒロシさん、ワールドカップイヤーになって忙しいんじゃないですか、はい、もういろいろ忙しいですし、ワールドカップなかったらこんなところでね、ラグビーのイベントできないなと思うんで、うん、本当に吉祥寺の、まあ、市長の、ね、方含めて本当に嬉しいなと思ってます。いつもはね、あっちの球技場でやってるんですけど、そうそう、陸上競技場でね、はい、こんなに多くの方にこう知っていただく機会もなかなかないと思いますんで、やっぱどの場所でやるのかすごい大事だなと思ってるので、うん、本当感謝してますね。まずは答えて、まあ、一番はですね、うん、誰にでも活躍できるポジションがあるんですね、うんうん、大きい人もちっちゃい人も、うん、足速い人も足遅い人もいいんです、うん、頭いい人も必要なんですけど、頭悪い人も必要なんですほんまですよ。あんま考えんとね、ボーンってぶつかる人も必要なんです。なるほどね。後先考えたらね、ぶつかるの怖いでしょ、うん、でもね、すごい人は何も考えてぶつかってくれるんです。そういうプレーがね、あると勇気づけられたりするんですよ ですね。だからラグビーはいいんです。あとは、うん、ラグビーっていうスポーツは日本人じゃなくてもいいですね、うん、いろんな国籍の人が日本のために戦ってるんです、うん、そういうのは本当素晴らしい文化だと思いますんで、はい、あとは単純にめっちゃ大きくて怖そうじゃないですか。2メートルぐらいで120キロとか、はい、街でやったらめっちゃ優しいんで、うん、声かけてやらけてください。オラでもいいし、ボンジュールでもいいし、うん、チャオでもいいし。そのワールドカップ時代の魅力っていうのはどう考えてますか。まあ、ワールドカップは今180万枚のチケットが今売られてまして、おそらく半分弱ぐらいは海外の人が来られますんで、はい、で平均20日間ぐらい滞在します、うん、お客さんが、うん、で例えば準々決勝から行くと1週間に1回ぐらいしか試合ないんですね。あとの6日間ぐらい暇してるんです。で絶対みんな吉祥寺とか来ますんで、吉祥寺で面白いイベントとかやってたら、あ、行ってみようとか、こういうなんていうんですか、日本らしい街並み好きなんで、ああいう小道とか絶対ああいうところでちょっと飲もうみたいな、 あ、ね、ああいうところです。ここをこういうふうにジャックするのがまたすごいですよ ね。こんなこと誰が考えてんやと思いましたけど、いやこれはやっぱね、街のパワーが、ね、はい、そのパワーですよね。できるもんなんですね、うん、めっちゃ嬉しいですね、うん、やっぱり。でもこういうことがワールドカップ期間中はいろんな開催地であり、はい、キャンプ地でやるってことですもんね。そうですね、うん、まあ、ここに例えばこれがパブリックビューイングになってて、うん、ここに、ね、ロシアのビールとかウォッカがあってね、うん、ロシア人の人と一緒になんか楽しむみたいなのがすごいことかなと思うんで、うん、何かやっぱ物じゃないと思いますね。ですね。体験をシェアするってこと。うん、まあ、ただ強豪国っていうか、伝統国はね、イングランドとかアイルランドとか、ああいう国はなんか、彼らは彼らの歌も持ってますしね、試合中に歌い出したりもしますし、なんかこう、なんでしょうね、あの時の雰囲気。スタジアムから自然発生的にね、はい、歌が出るっていうのは、あれ、素晴らしい雰囲気ですよね。はい、それもね、ぜひ、だから国歌の瞬間もすごいいい雰囲気なんで、うん、皆さん。だから僕はスクラムユニゾンってプロジェクト始めたんですけど、うんうん、あの雰囲気をぜひ皆さん味わってほしいな。もう最高なんで。ロシア代表はですね、まあ、大統領の方、ね、想像されたら分かると思いますね。プーチンさんとか、体大きいじゃないですか、鍛えるの好きじゃないですか、うん、ああいう人たちがいっぱい集まってます、うん、でラグビー自体はそんなに上手じゃないんですよ ね。でも体格が強くて、なんか武闘派みたいな人が来るんで、うん、なんかこう1対1の戦いはしたくないですね、うん、僕ら15人対相手のなんかこう1人っていうような風にしたいなっていうのが一番ですかね、まあ、一番大事なのはですね、なんかこの、あ、今年のラグビー日本代表って強いやんって思われるような試合をしてほしいですよね、うん、はい、勝つのは当たり前と思ってるんですけど、うん、あんまりええ試合しなかったらなんか皆さん不安になるじゃないですか、うん、え、大丈夫かなワールドカップみたいになると、メディアの人もね、いや、ラグビーマガジン大丈夫、ラグビーマガジンの方もね、この大会で大丈夫か日本代表みたいになると、はい、日本代表の選手不安になると思うんで、うん、まずはいい試合して日本の皆さんが、ええ試合してるやん、なんかもう一回応援しようとか、2015年超えてほしいなみたいな雰囲気を出してもらえると、選手はすごい力出るのかなと思うん で、なんかそういう応援したいなと思えるような試合をしてほしいなと思いますね、うん、まあ、僕ずっとキャプテンやらせていただいたんですね。で僕の後にリーチマイケルって人がキャプテンしたんですけど、うん、やっぱりマイケルリーチが活躍するかどうかによって、うん、まあ、チームへの勢いって変わってくるのかなと思いますんで、うん、マイケルリーチ頑張ってほしいなと個人的には思ってます、うん、ラグビー代表、日本ラグビー代表としてメッセージをお願いします。そうですね、今年2019年9月20日から11月2日まで日本でラグビーワールドカップ開催されます。で今までは本当にヨーロッパの強い国でしかできなかったんですね、ワールドカップが。それが今回アジアで初めてあります。だから僕らにとっては本当に大事な大会なんです。でそれに大事なことは、日本の皆さんがすごく関心を持っているとか、世界のラグビーファンとか選手に対して応援しようという気持ちを持っていることだと思いますので、ぜひそのムードを皆さんから作っていただいて、なんか最高のワールドカップにする、その助けもしくは一助になっていただければ本当嬉しいなと思ってますんで、ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ヒロシさん、ありがとうございました。